鼻の奥を拭ってわずか15分で診断ができます。インフルエンザなどの検査キットを手掛ける殿下は、新型コロナウイルスへの感染を診断する抗原検査のキットを明日から医療機関向けに販売します。鼻の奥から粘液を取り、抗原があるかを15分程度で診断するもので、一般の医療機関でも短時間で簡単に検査ができるということです。 電化は1日に最大10万件分の検査キットの生産が可能だとしています。